はい、ということで今回はリビングの、通路のね、この手前で、ここはね、チャチャさんがいつも待ってる場所です。ここから始まりました。リビングこっちね。マロンくんはどこかに隠れているので、どこにいるかわからないです。あっちのね、撮影部屋で、こう、工具をね、使って DIY してるわけですよ。で、こうチャチャはね、行けないの。ちょっと危ないから。で、マロンくんも行けないから、ここでね、待ってるんだけど、ずっと待ってるよね、チャチャ。待っとる。もう、あくびが出てしゃあないわって言っとるわ、チャチャ。もうね、すごい退屈させてしまってるんだけど、チャチャさん、アリコさん。アリコさん、アリコさん。カカカカカカってなっちゃうね。ごめん。チャチャがね、こう、どういう反応をしてるかね、僕たちも知りたいんで、ちょっと観察しようかなと思います。まあ、マロン君も来たら、マロン君はね、そんなに気にならないんだよね。チャチャがね、すごい監督してくれてんだけど、ここでね、こうやって覗いてね、僕たちのこと見てくるわけですよ。こういう感じの目線で。だからね、チャチャどういう反応するのかちょっと見てみたいね。だからマロン君ちょっと探してみるか。チャチャ、マロン君どこにあるか分かる？こう手こう入っとるよ、チャチャ。なんで入っとる？これ出しといていいですか？これあ、握った。これ出しといていいですか？ちょっと出しときますね。何をしとるんやって。ちょっと何しとるか知りたいもんな。後で連れてったよな。ねえ、テレサに気になってしゃあない。え？マルクの頭がない。どういうこと？マルク？マルクがおった。マルク目大きいね、あんた。あ、冷たいや始めたぞ、マルク。マロンは、低く爪のトグでな。はあ、なんか出てきたね、今のか。気になる気になる。そうね、さっきまで作業してたんだけど、その合間にね、あそこまでは入れないから、ギリギリで遊んであげるって。あ、紐やん。そういえばね、マロくんね、ちょっとね、エピソードがあってさ、そこで縄を作ったのよ。で、縄そのまんま、ナチュラルに向こう側に置いてあったのに、マロくんね、器用で下から手入れてね、クックックッって手繰り寄せてね、ここで遊んでたの。あかん、もう気になって終わったよね、もう無理や。とるな、ひろむくん。紐どうでもいいか、ちゃちゃは。あ、隠れちゃったからかしら。おお、なんか出てきた、なんか出てきた。たくさん出てくるとびっくりしちゃうね、マルクは。どうでびっくりするの狙っとんのに。いや、たくさん出てくると怖いわ。あ、ちゃちゃも、ちゃちゃも行く。たくさん出てくるとちょっと怖いわ、マルク。なんかマロ君、チャチャ来た。さっきまで僕が出たのにチャチャが来ちまったぜって顔してるな。おお。なんで後ずさりしちゃうの、マロ君。おお、びっくりびっくりびっくり。もう一回たくさん出してみ。わあ、マロ君襲ってきた襲ってきた。マロ君負けるな。負けるな、マロ。戦い。顔よ。チャチャは天敵やと思って立ち向かってるね。なんか生き物やと思っとるやん。うん。天敵は必要ないで、チャチャが排除しようとしとる。バルクは果敢に戦っとる。あれなんか、あれ繋がってまたマロク。あれ。確保。確保されてまたよマロ。なんかよくわからんかもしれないけど。あ、いってもできない。ひろミスっとるや。今や、今。マロ、今やって。マロ。やばい。マロ、今や。いけ。やばい。マロを取って。いけいけ、取ったね。うばい、やばい。待って。排除するんやって。マロ、押して。あれマロ君、ロープどうでもいいの？これは脅威じゃないんや。ロープだ。もうダメや、諦めた。あれちゃちゃ手伝おうとした。あれいてまったわ、いなくなっちゃったね。ロープはロップで遊んでほしかったかな、マロン君。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャチャとマロンがよく戦ってよって思う人は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。これ、紐出てきたけど、いらないのもう。で、やっぱ、あれか、遊んでほしかったかもしれんね。